こんにちは、CRD です えー、昨日はですねトラビスエアジョーダン1のですねローが出るということで噂されてますよって話をねさせていただきました新しいからオリーブっていう色ですねこれが9月28日に発売されるんじゃないかというふうに言われているということでそれのねお話を中心にさせていただきました現在はですね、まあ、世界どこ見てもあんまり発売情報出てないなっていう感じなんですけれどもなんかねアトモスさんの方で、えー、出るんじゃないかというようなそういった噂が出てるみたいですねそれがですねこのアトモスのローンチページですねローーンンチカレンダー ここに同時発売される予定のですねトラヴィスとナイキコラボのアパレルがね乗ってきてるみたいなんですよこれが9月28日ということでスタンバイされているのでおそらくそれと同時にです、ね、ジョーダン・ワン・ローのオリーブも出るという風なことが噂されているっていう感じですね、まあ、どっちかだけってことは確かにあんまなさそうな感じはしますねえ前にね1回トラヴィスのアパレルだけがナイキのねスニーカーズの方で発売されたことあったかと思うんですけれども今回はねスニーカーとセットというかね関連する商品として出ると思います そう考えるとです、ね、えー、これはおそらくこの日に出るんじゃないかっていうことが考えられますねただ最近ね、ほんとね、めっちゃ延期延期するじゃないですかだから実際のところはからないんでね。えー、28日におそらく来るであろうって感じで思っておけばいいのかなと思いますね、えー、ということでですね、今日の話なんですけども、えー、今日はですね、昨日発売されたあるスニーカーについてのお話をさせていただきます、えー、まあサムネになっている通りなんですけどもエアジョーダン1のです、ね、今度はハイのミッドナイトネイビーですねこちらが昨日の時時ですね。朝9時に スニーカーカズの方で発売になりましたかなり前からねナイキがすごくプロモーションをしてたようにね感じるような、えー、モデルなんですけれども前評判は結構2つに分かれてたなって感じでしたいい意見としてはこのミッドナイトネイビーはデザインとか、えー、カラーとかですねすごくかっこいいということでね評判があったりしますねしかし逆にですねいつも通りやっぱりナイキがね作りすぎて、まあ、定価も高いしそんな売れへんやろうみたいな評価もあったりしました概ねこの見た目的な評価に関してはまあ高いですね、うん、あんまり否定してる人聞いいたことな ですけれども、えー、確かにねその、えー、価格は高いです2万6950円、まあ、いつものねレギュラーのエアジョーダン1のハイのね OG の価格と一緒なんですけれどもやっぱりね1つのスニーカーそして割とローテクモデルですよね40年ほど前の技術を使われているものということを考えると、えー、結構割高だなっていうふうに、ね、思う方も多いかと思いますしかしですねこれが昨日発売になってなんとスニーカーズの方で完売してしまっているという風な状態になっているということなんですねちょっとこれはね意外だったと思った方僕もそうですし多いんじゃないかなと 思うんですねそれで今日はですねこのミッドナイトネイビー、えー、まだねリストックされるかどうかっていうことだとかその時期であるとかですね今後の評価はどうなるかっていうところまでですね少し予想しながらお話をしたいと思いますよろしくお願いします はい。それではここから詳しくお話をしたいと思います。えー、今回ですね、こちら、えー、ミッドナイトネイビーは、まあ、さっき言ってたみたいにね、ナイキがすごく推してたモデルというふうに言ってたんですが、どのように推されてたかというとですね、えー、過去に3回ね、質問があったんですよ。以前にもお話しさせていただきましたが、こんな感じでですね、質問が出たと。好きな靴のディティールはみたいな感じの質問があって、エンボスのウィングロゴであるとか、色合いであるとかね。まあ、色合いがね、やっぱりみんな好きってことでね、84%取ってますね。そして2つ目の質問が、 どちらのミッドソールが好きってことで、ヴィンテージ加工と真っ白、このね、えー、ミッドナイトネイビーに関しては、ミッドソールがヴィンテージ仕様になってて、ちょっとだけね、黄ばんでる感じになってるんですね、応変加工されてるという感じになります。はい。なんですけども、最近はね、結構こっちの方が好きって方が多いですね、えー、そして3つ目の質問、靴ひもはどこまで通すということで、僕は一番上までね、通す派なので、通すっていう風にしたんですけども、結ばない派も結構いましたね、まあ、僕的にはちょっと意外でしたね、結ばない人もいるんやと思いましたが、まあまあ、履きやすいですよね、そのほが。はい ということで。よくスニーカーが発売になる前に、このスニーカーズの方でね、え割とまあ推しスニーカーの場合は質問が出てくることあるんですよ。こんな感じで。あるんですが、3回質問あるっていうことは結構ね、えー、まあ多いですね。めっちゃ聞いてくれやんっていう感じがするんですけれども、さらにですね、追い打ちをかけるにもう一つ質問があったんですね。それがこちらですね。ミッドナイトネイビーのウィングロゴの色はっていうことで聞かれてます。これ白か黒か聞かれてますが、もちろんね、黒なんですけどね、答えは、えー。ってことで、これスクラッチになってて、上の方にあるこの白いエアジョーダン1をですね、 スクラッチすると下からミッドナイトネビーが出てくるということでえこれがね限定アクセスの時に出てきたスクラッチなんですけれどもここでも質問形式で答えてくださいみたいな感じで出てましたねこれに関してはね質問のところも擦らないと出てこないんでスクラッチ形式で答えを見るみたいなそんな感じでしたねまあそういったことでね結構こういうエンターテインメント性みたいなところも用意されてた上にですねしかもスニーカーズパスもね用意されてたんですねこれはまあ東京だけなんですがワールドオブフライト渋谷の方だけですねいつも通りですがスニーパス用意されてるやつって大 大体ね、ナイキが推してるモデル、しかも上段系のモデルが多いということで今回ねこのミッドナイトネイビーもスニーパス対象だったということですねそんな感じでねもうクイズえ限定アクセススニーパス全部やってるやんみたいな感じのね、えー、すごい押されようだったんですよしかもね前からちょいちょい言うてますけども藤原寛さんがですねインスタグラムでこれをですねなんか、えー、いいなと思ったんやと思うんですけれども、えー、投稿してらっしゃったりしましたということでまあお墨付きも得てるみたいなそんな感じでしたね色合いはね違うんですけれども、えー、前に出たフラグメントのロイヤルねありました けれども、あれとですねまあ、カラーブロック的には一緒っていうのもありましてそれをね彷彿させるところもありましたしね、やっぱりこのネイビーとかの色って藤原博さん好きそうですもんねフラグメントの色が結構紺色とか青色っていうイメージがあるんでそういった感じでですねかなりマッチしてたのかなという風に思いますてことでですねここまでナイキが押したり、えー、藤原さんに押されたりとかしてですねこれは発売されたわけなんですけれども最初に言ってたみたいにですね限定アクセスはすぐにもう売り切れちゃったんですよこれ多分ね今回限定アクセスで配布された数すごい少なかった んじゃなないかなと思うんですね限定アクセスで余っているスニーカーってなんかちょっと人気ないっていう感じがするじゃないですかそういったことを避けるためにおそらく限定アクセスの量を少なくしたんじゃないかなと思いますねなので見事完売に至ったということですねそれでですね満を持して発売になったのが昨日ですね9月の14日朝9時からスニーカーズの方で一般発売されたという感じだったんですねそれと同時に小売店舗の方でも発売になったという感じなんですけどもスニーカーズ上ではですねなんと完売ということで結構早い段階でなったんじゃないかなと思います 僕ね、えー、もともと狙ってはなかったんで、これを。だから9時ジャストにはね、えこれ確認してなかったんですけれども、9時半か10時ぐらいの時点ではもうなかったかと思いますね。なので、瞬殺って感じじゃなかったとしても、結構早い段階でこれ完売になったんじゃないかなと思うんですよね。そして、店舗の方ではどうかというとですね、まあ、今回、ワールドオブフライト渋谷以外にもですね、えー、ナイキから直接仕入れてる小売店の方でもたくさん取り扱いがあったんですよね。えー、なんですけれども、その中のですね、アトモスの都内のお店に行った、えー、視聴者の方からですね、DM いただ ましてで買えたそうなんですけれども、えー、なんと行っても並んでなかったっていうことでスカスカの状態で普通に買えたみたいなそんなことだったんですよねなんですけれどもオープンしてからちょっと経ってから行ったみたいなんですけどもサイズ掛けがね、えー、発生してたらしくてなのでもしかしたら入荷速数自体がすごい少ないんじゃないかなっていうことをおっしゃってましたねまあそうなるとね小売店の中での扱いが少ない在庫が少ないわけですんですぐ売り切れそうなもんじゃないですかなんですけれども今日都内の別のお店行ったらまだあったっていうふうにも言ってらっしゃったんですよねと考えると ですねえー、おそらく店によって在庫違うということはあるとは思いますが少なく出荷されているにもかかわらずまだ売り切れていないという感じなのかなとうう思ったんですねオンラインの方では基本的にはもう看板になっているというものが店頭では、ね、まだあるという状況これ何を意味するかというと最近あんまりナイキのスニーカーの売り上げが、ね、思わしくないみたいなところよく言われてますよねそういったこともあってもうそもそもの、ね、入荷即数自体をその小売店側の方が制限している可能性があるということこれが1つですねでもう1つはナイキ ナイキー、ね、側が小売店の方に卸ろす速数を制限しているということ、まあ、どっちか考えられるなと思いますなので結果的に小売店の方でもねあんまり入荷がなかったのかなっていうふうに思うんですけれども今回のこのミッドナイトネイビー速数自体はですねそんなめっちゃ少なく作られてないんですよね全然普通にいつも通りおそらく10万足単位では作られているかと思います世界で見て何十万足っていう感じで作ってると思うんですねそれが日本に入ってきてるということなんでおそらく日本にも数千足からまあ上限1万足ぐらい 入ってきてきるんんじゃなないかなと思うんですよねそう考えるとですね前評判からして、まあ、余るんじゃないかって言われてたものがここまで完売してるってことは僕が主にですねおそらくナイキがストック操作してるからだと思うんですよねこれ僕よく言うんですけれどもストック操作って言ってナイキもアディダスもよくやるんですけれども、えー、まあ販売を開始するじゃないですかそれである程度売れた段階で一旦もう全部完売にするんですよ実際にはまだ販売できる在庫があるんですけれども一旦完売表記にするということで、えー、まあ人気があるよ ように見せるっていう風なやり方はい押してるんじゃないかなっていう風に思うんですねこれは今までね何度も繰り返されてきたことで例えばですけれども、えー、ロイヤルリーマジンドありましたよねあれは去年発売されましたけれどもまあ素材感とかいろいろな兼ね合いでですね、えー、そこまでまあ前評判は高くなかったんですけども、これもね限定アクセスが行われたりとかあとね、えー、発売直後に看板になってるんですよ1回なってるんですけどもそこから怒涛のリストックということで、えー、ちょこちょこリストックをですね、えー、繰り返していってでそれでも売れなかったんでで結局今はですね。えー アウトレットにあって、この前見たやつだと確かね、1万3000台とかになってましたかね、アウトレットでえ。半額以下ですね、になってたっていうのがありました。そこから多分クーポンとか使ったら1万円ぐらいとかで買えたりするんですかね。はい。<laughs> ぐらいですね、かなりもうね、安くなってるって感じだったんですけども、そんなロイヤルリーマジンドも最初は完売表記がされてたんですね。と考えるとですね、僕は今回のこのミッドナイトネビー、おそらくまだね、ナイキ持ってるんじゃないかなと思うんですよ。同じようにね、小出し小出しにして売っていくっていうやり方を取るんじゃないかなと思うんですね。で ちょっと記憶に新しいところで言うとサンダーマックスありましたよねエアマックスサンダーかはいちょっと名前変わりましたけれどもあちらもですね最初に国内のセレクトショップで発売があってそれ以降ですねナイキスニーカーズの方でショックドロップがあって本当にごく少量だけね販売されたんですよでその後ですね一般発売されてそれね発売直後、まあ、ちょっとだけリストックあったんですけども完売になってそれからねちょいちょいまたリストックされてちょっと前ね1週間2週間ぐらい前なんか全サイズリストックされてたんですよね <laughs> っていう風な情報がね視聴者さんからそれもまた ね、DM でいただいたりしたんですけれども現在でもね、えー、ある程度のサイズまではメンズも履けるサイズがリストックされてたりもしますけれどもそんなこともあったんですねそういう今までのやり方を見てると僕はこのミッドナイトネイビーがこれで完売になったというのはねおよそ考えづらいと思ってますだからこれ欲しかったけども今も完売になっちゃって買えないわっていう方はですね店頭、まあ、行ってみていただくかもしくはリストック待っていただく方がいいのかなっていうふうに今は思いますねそしてこれ二次流通はどうかっていうとなんとですねサイズによっては低価割れしております っていう状態なんですね。スニーカーズで完売してるのに二重図で定価割れ。これね、あんまりないですよね。定価割れの理由って、基本的にはねえ、不人気であって、そのスニーカーズとかみたいな公式でも余ってるやつとかが割れたりしますよね。なんですけども、スニーカーズで完売、もう全サイズないんですよ。ないのにえ二重図の方で割れてるっていうことは、おそらくなんですけれども、これがですね、えー、結構その、ナイキの販売の煽りがあったじゃないですか。その質問ね、あったりとか、あと限定アクセスとかね、えー、スニーカーズパスとかありましたよね。ああいった ことももああっったたし藤原さんのの効果もあったのかわからないんですけれどもおそらく転売しようと思ってミスった方が今ね出品してんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これ値段つくわと思ってこんだけねナイキがプッシュしてるしね前評判も一応色のねデザインとかめちゃくちゃいいわけじゃないですか。まあ、値段は高いけども、えー、デザイン的にはねすごい評価が高いということだったらこれはねプレネつくんじゃないかっていうふうに思ったおそらくそういったね、えー、やましいこと考えてる人が勝、えー、ってそれでいざね煮汁、えー、出して見たところ全然 売れななななないいいやみたいなえそんな感じになってるんかかと思いますねだからねだら今回購入したのって普通に欲しいってね思って買った人の数もありますしそれプラスそのね、えー、転売しようと思って買った人の数も含まれてるって感じで完売したんじゃないかなっていうところが、えー、僕の考えるとこですねでここからのリストックの展開なんですけれども、えー、こうやってですね二次ルーツですでに低価割れしてるサイズがあるっていう状態になってくるとナイキとしては非常にリストックしづらいんですよねリストックしても余る可能性 が非常に高いわけじゃないですか。物によってはね、そのサイズによってはナイキ公式で買うよりも二次ルーツで買う方が安く買える可能性があるわけなんでね。そうなってくると困るっていうのがあるんで、多分僕は、えー、これリストックするタイミングすごい伺ってると思うんですよね。ナイキがリストックしなければ二次ルーツからも多分だんだん減っていくと思うんですよ。多分出品されているのが安い順に減っていくと思うんですよね。そしたらニ次ルーツの平均価格もちょっと上がるわけですよね。安いものから売れていくんで、えー、定価に近い価格、それか少しだけプレで乗ってるみたいな価格で販売されることになろうと思うんですよ。そうなっ 段階でナイキがリストック出すという風にしたら二次流通でビプレネついてるぐらいやったら公式で定価で買える方が絶対いいじゃないですかその時期を多分見計らってるんじゃないかなと僕は思うんですねでこのミッドナイトネイビー海外の状況はどうかというとですね結構欧米では余ってるそうですあとね、えー、アジア圏でも余ってるということで確か昨日のコメントでもいただいてましたかね、えー、台湾の方でねミッドナイトネイビーがめっちゃ余ってるっていう風なことをおっしゃっていただいてる方がいらっしゃいましたねそんな感じなんでまだね多分日本にも在庫あると思うんですよねこのまま完売のまま 終わらないと僕は思うんですよだから少し経ってからですね、えー、またいい頃合いでナイキがリストックバーンというふうに出した時に、えー、買えるんじゃないかなと思うんですね機能をえなかった方も、えー、そのリストックのタイミングで公式で買うっていうことができれば一番ねいいかなと思うんですよねまあ今のね安いその低価割れしてる状態の二次流通で売られてるやつを買うっていうのもありかと思いますが今って手数料とか合わせたら多分ほとんどまあトントンぐらいかなと思うんですよだからもうちょっと待った方がいいのかなみたいな気もしますねもしで ですね、このままリストックがされなかったっていう場合はね、えー、晴れてもう二次律で買った方がいいのかなと思いますけれども、まあ、それはね皆さんの判断次第って感じですねここまでね看板になった理由であるとかあとねプレネの付き方であるとかリストックされるのいつかみたいなところの予想をさせていただいてたんですけれども、えー、肝心のこのねミッドナイトネイビーのデザインとか色に関してのね評価なんですけども僕このカラーウェイかなりかっこいいと思いますね黒と紺って結構ね渋すぎる色の組み合わせなんであんまりなんか組み合わせとしてどうなんかなと地味 ななりすぎひんかなみたいなことを思ったんですけどもこれかなりいけてるんですよねそれはおそらくねこれもうミッドソールがねかなりいい味出してると思うんですよちょっとこの気なりがかった感じのミッドソールエイジング加工されてる感じのね、えー、これがあるからこそこのミッドナイトネイビーのところと黒のところが中和されるのかなっていうふうに思うんですねもしこれがねミッドソールもめっちゃ白い感じのですね漂白されたような色だったとしたらやっぱり違和感がね出てくるかなと思うんですねこれに関してはやっぱりね全体的にビンテージ感が感じられると、えー、このねミッドナイトネイビーの部分も 普通のネイビーと違って長年使って味がついたような感じのですねネイビーに見えるというところもあるんでそういった意味では本当にこれカラーウェイがすごくねいい感じなのかなと思いましただから実際ねこれ店頭でちょっと余ってたりとかあと二次律で低価割れしてるのがあったりとかするかもしれないんですけれども買った人の評価はめっちゃ高いんですよねクオリティの高さを評価する声がとても多いですねそれでこれねちょっとしたヴィンテージ加工がミートソールにもされてるっていうことで逆に言うとね真っ白すぎると汚れとか気になるんですけどもこういったもともと 経年使用されてていいるももののだと待ちきでガンガンン履きやすいというのもあってしかもこれからね秋冬になってくるのにもえこういったね渋めの色とかっていうのは結構活躍するんじゃないかなと思いますねまあそういったことでですねものとしての評価超高いという感じですなので余ってるとか低価割れしてるからといってこのスニーカーがねえー決して悪いスニーカーでは全然ないと思いますしむしろこれからの評価に関しては僕はかなり上がっていく可能性あるんじゃないかなと思ってますねえここまで出来が良かったら普通に物としての評価がね高いと思うんで今は低価割 割とかしてるかもしれないですけれどもえ今後ねリストックされるかもしれませんがそれが終わってですね2年後3年後とかなってきたら評価がすごく変わってくる高くなってくるモデルじゃないかなというふうに僕は思いますという感じでですね昨日スニーカーズで発売されて完売になったミッドナイトネイビーこの完売の理由などについてお話をさせていただきました はい、ということで、いかがだったでしょうかえー、今日はですね、このミッドナイトネイビーについてということで、えー、結構まあね、えー、たくさんお話ししましたけれども、まああくまで僕の考察というところがありますんでね、えー、いつリストックされるかとかっていうところについても、まあ一応予想の範囲内っていう感じです。もしかしたらね、すぐにもう明日にもね、リストックされる可能性もありますし、はい、予想は予想って感じなんですけれども、僕がもしナイキの担当者だったらさっき言ってたみたいに、二次ルーツでの販売が落ち着いてきた頃ぐらいにね、またリストックして低価で買ってもらうっていうふうなやり方を取った方が売れやすいなと思うんで、 うんまあ、もし、ね、そういう考え方をナイキの方もされているのであればそういう風にリストックは、えー、タイミングとしてはされるんじゃないかなと思いますねしかしまあ最近、ねえー、ナイキのスニーカーやっぱりちょっと低、ね、価も結構高いので、えー、このままですね虹ルーツの方でも低価割れの状態が続く可能性もありますからね、えー、なんかちょっとさっき見たら、ね、スニダンの方とかでも5%下がってましたね平均の出品価格が、ねえー、下がってましたっていうのがあったんでもしかしたら虹ルーツでの取り扱い価格は、えー、もっと今よりも減っていく可能性もありますけどねそうなったらリストックした 時にナイキ結構やばいなとなってくるんでえその段階でナイキが取る行動といえばもちろんセールですよねっていう風になってくるかなと思いますさすがにねめちゃめちゃかっこいいんでセールになったらまあ売れると思いますよ多分ね15%オフとかぐらいでも全然売れるんちゃうかなと思いますねまあそれもあ二次流通とのね価格の差がどれぐらいかっていうところによってね変わってくると思います最近ナイキのねスニーカーがセールになるときのセール価格って大体二次流通の価格に合わせてというか二次流通のね平均の価格よりもちょっと安めぐらいでね出してること が多いと思うんですよ、まあ、それまでにね在庫が枯渇する可能性もありますしねはい何とも言えないところですけども僕はおそらくこの二次流通での動き次第かなと思いますねこのまま二次流通の値段が下がっていくようであればナイキの方では、えー、リストックリストックしても売れなかったらセールこの流れになってくると思いますし二次流通の方で低かわり出品がどんどんね、えー、買われてなくなっていってちょっとプレネぐらいの価格しか残らなくなったらナイキはまあ、リストックしてパーンとね売っていくでしょうしっていう、まあ、どっちかかなと思います はい、二次ルーツの価格次第で僕は変わっていくるんじゃないかなと思いますねナイキの対応は、まあ、何せよスニーカー自体はねすごくかっこいいので、えー、まあ定価で手に入れようがちょっとしたね安値で手に入れようが手に入った人はですねこのミッドナイトネビーにある程度満足されている方が多いんじゃないかなと思いますそれで今回欲しかったけど手に入らなかった方ね、えー、特に周りにあまりお店がない地方の方とかでスニーカーズとかで手に入らなかった方はまたスニーカーズでリストックされることは僕はあるかと思いますんで、えー、そのタイミングで買っていただくかもしくは二次ルーツの方で買っていただくか どちらかねご自身の判断でしていただければなというところですねということで今日はね、ミッドナイトネビーかなりね話題になってたものですんで初日の売れ行きの動向がねちょっと気になったんで、えー、分析してみました、えー、皆さんの感想もよかったらコメント欄に参加して聞かせていただけたらと思いますということで本日もご視聴いただきありがとうございました CRD でした 消耗品くらいが俺にはちょうどいいどうでもいい汚れてもいい壊れてもいい,もい,いし取られてもいい聞いたことないけどそんぐらい特別じゃなくてもオンラインにラフタイライラフタ i ラ e